はい、皆さんこんばんは、100円ゲーマーです。ということで、ゲームをです、ゲームじゃないですわ、お菓子レビューしていきたいと思います。今日はですね、またトレーダーズ上で、手に入れた掘り出し物なんですけども、こいつです。パン、サンフラワーシード、ドロップスということで、まあ、日本にもあると思いますけど、レーズンをチョコレートでこうコーティングして食べたりとか、あとアーモンドをねチョコレートでコーティングしてとか、まあ、チョコレートでコーティングするシリーズって結構あるじゃないですか。自分もすごい大好きでいろいろ食べるんですけど、あのね、アメリカって結構初期のアメリカのお菓子レビューの時にひまわりの種をレビューしたことがあったんですね。もし見たことなかったら戻って見ていただければと思うんですけど、こっちって特にベースボールをやってる選手とかってひまわりのですね種を買ってきて、でそれを口にずっと含んどくんですよ。でまん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 つってやって、で皆さんが知ってるひまわりの種って周りすごい硬い、感じでしょ。あれ中開くと中に小さい種があって、それが食べれるんですね。でそれをチョコレートでコーティングしたのがこれなんです。こいつをですね食べていきたいと思います。これ300円400円ぐらいしたかな。初めて見ましたね。メジャーではないと思いますけどね、ニュートリションファクトいきたいと思います。これ1個で5人分です。1000カロリーだそうですね。これでね、すごいな。ファットは 60% です。うん、チョコレートの匂いですけどね。早速ちょっと食べてみたいと思います。あ、ちょっと待って、中にちゃんと見えないかもしれないですけど種入ってますね。あ、これね、これうまいいつも思ってたんですけど、 M&M ってなんかね大きすぎるような気がするんですよね。日本で売ってるかわかんないですけど、ミニ M&M ってアメリカに売ってるんですよ。小さいやつ、小さいやつね。であれすごい美味しいなと思ってたの。結構今何でもミニサイズにするの流行ってんじゃないですか。以前カルティさんにもらったカップラーメンとかもなんかミニカップラーメンとかミニジュースとかで、これもうミニチョコレートですよね。でね、ミニ M&M は中に何もナッツが入ってなかったんですけど、こいつはひまわりの種が入ってるから口に入れてこう、んって噛むとひまわりの種の味がする。でチョコレート、これがね合いますね。これはいいな。これ OL の人ちょっと好きなんじゃない。でひまわりの種ってね、もう普通にちょっと癖はあるけど、でもピーナッツに似てるような味だと思うんですよ。ただ剥くのがちょっとめんどくさいけどね。だけどこれ全然ありだな。美味しい。これひまわりの種だったら今まだ夏だから買えるんじゃない、買えるとか拾えるんじゃないですか食べてみたらと思いますよ。チョコレートと美味しいな。ひまわりの種の周りだけポッて取ると中に種があるからそれが食べれるはず。うん、うまい。これは日本の人にお土産としておすすめしてもいいぐらい美味しいですね。なんだろうなこれ。あ、バイソンの評価言わなかったな、ごめん。今ここで言っておきます前回のバイソンジャーキーの評価は、6です。まあまあ美味しかった。これはこれ高いな。これ久々にだけどこれ10だな。これ10だな。これうまいうん、また買いに行ってもいいかもと思うぐらい美味しいですこれ。すげえ美味しい。ということでサンフラワーシードチョコレート、評価10です。機会があればぜひ食べてみてください。で機会がなくても夏休みなんでひまわりの種は落ちてるんで拾って食べてみてください。冗談です。ということでピースアウト。